さあ、久々のドリドライブになるかな。ドリドライブ行きます。今日はちょっと帰りに荷物が多そうなので、車なんですけど、 なぜならね、ちょっとバックスペース FM ポッドキャスト聞いてるリスナーさんなら想像がもうついてしまうかもしれないものを持って帰らないといけないんで行くんですが、ちょっとこれ今日秘密兵器あり、これ今 XT2 なんですけど、カメラはこのね、ここに三脚穴があって、こうカメラをボコって乗っける、なんていうの、ダッシュボードマウント用のなんかグッズをゲットしたので、これちょっと前にゲットしてたんだけど、使う道がなかったんで今日ちょっと使ってみます。ちょっと取り付ける時だけ一回録画止めようかな。さあ、こんな感じで今、ダッシュボードの上に、XT2 をこのクッションみたいなやつにの経由してポコンと乗っけてみたんだけど、まあ今のところ安定はもちろんしてるんだけど、これでどのくらい、安定した映像が撮れるのかがちょっと楽しみですね。これ装着もそんな大変じゃないし、何せもしこれで安定してくれるんだったら結構気軽にボンとダッシュボードに乗っとけだけだから、しかもこのでかいミラーレスとかこれ GH4-5 とかでもまあいけると思う。今ちょっとずれたね、ずりっと、なんか下に滑り止めみたいなのはあった方がいいかもしれないな。滑り止めを持ってるからその上に置こうかな。ちょっと今日はこのまま巻いて性能をチェックしてみますか。どうですかね。いやもうなんかね、あんまり秘宝という言葉を使っちゃいけないので気軽にね使いたくはないんですが、ちょっと昨日は本当に秘宝なんじゃないかと思っていて、その僕の気に入ってるようやくワークフローとして撮影ワークフローとして落ち着いてきた LX100 で、もうこれをこまめにランチとかにも持ち込んで、できるだけ Vlog 感をもっと強めようというか、もっと普段の細かいこう日常の動画を撮るためにやろうと思ってた矢先にあのゴミですよ。いやこの間ね、1回2日前ぐらいにそれ指摘された時に、なんかあまりにも盛大なゴミ乗ってて、これレンズの外側になんか葉っぱかなんかついてんだろうなと思ってたんですよね。なぜなら、まあ、確かに1個のシーンではすごい気になったんだけど、その後のシーンではそんなに気にならなかったりもしたんで、だからあれはなんか葉っぱついちゃってたんだな、でももうその後消えてたからまあ自然撮れたのかと思ってたんだけど、あれ完全にセンサーにゴミついてるパターンですよね。で消えたり消えなかったりしてるのは単にその絞りの関係で、めっちゃ絞ってるともう完全に黒いゴミみたいに映ってるし、開放気味で撮ってると被写体深度低く浅く撮ってるとほとんどね景色に紛れて分かりにくいっていう状態だったんだけど、昨日結構昼間に外で明るいところで、シャッタースピード落として撮ってたから、絞りがどんどん絞られて F16 とかそういう状態で多分撮れてたんですよね。だからそのゴミががっつりこうもう完全に黒のマーカーで描かれたみたいになっちゃって、あれだと使えないよねっていうことで、もう完全にショックですよ。そのショックを、グルドンで、バックスペース FM 専用の、マストドンというねツイッターみたいなプラットフォームのインスタンスでつぶやいても、まあ、誰一人、なんか慰めの言葉はなく、新しいカメラ購入フラグ来たって言って盛り上がるっていう、ちょっともう勘弁してくださいよっていう状態に昨日はなってましたね。もう僕の心の傷を誰も分かってくれないのかと
いう感じにはなってましたけど、はい、ということで今のところどうだろう、この、XT2 による、車載動画ね、これは今比較的今のところ安定してるんじゃないかな。過去の、車載動画と比較しても結構ピカイチぐらいいけてる気がするんだけど、どうでしょうかね。今回は18-55mm のズームレンズ、いつもあの10いくつだっけ10-18だかの超広角レンズを富士には使ってて、基本的にそれで撮ること多かったんですけど、ちょっとねそのもうどこにでも持ち歩くその LX100 代わりに使おうと思うと、さすがにあのレンズ、お使いさんもあれ使ってるって言ってたけど、そうあれでやるともう結構ね、あのレンズだけででかい、レンズだけで1キロぐらいあるんだっけ、でかいんで、ちょっと今回は、軽めの方のレンズに変えてみました。もう僕今持ってるのこの2個のレンズしかないんだけど、もうちょっとこのフジマウントで、ちょっと一番軽いレンズ探した方がいいかな。それだったらもう LX100 ある程度広角で、まあでも超広角捨ててでも、まあ、18mm、 今これ 18mm だけど、まあギリ許せるよね、このぐらい の、 こうあの画角があれば。だから 18mm ぐらいでちょっと自撮りは諦めて、だっておっさんの自分の映像がアップにしないようにしとけば、まあ 18mm ぐらいあっても、であってもそこそこ見れると思うので。あ、これ右側のマクドナルドですよ。まだまだ全然あの建物できてないですね。この間ちょっとコメントでその後どうなりましたかっていう話あったけど、まだ何もできてないというか今絶賛工事中って感じみたいです。さあっていうことで、まあちょっと考えてるけど、今ねでもねすごいね、これ運転はねもうあのある程度安定感があって、全然こう落ちないかなとかビビらないでいいし、非常にスムーズにいけてるんですけど、あれね XT2 ぐらいになってくると今度録画時間問題がありますね。こういうところで一回止めとけばいいのかな。ここで今一回リセットすれば、まあ、信号待ちで停止、録画停止、再生停止を繰り返す運用すればいいのかな。LX100 は15分縛りっていうのがあって、まあ、LX100 だと15分ごとに 4K 動画は、録画が停止しちゃうんですけど、 XT2 だとこれがね15分から10分にさらに、縛りがきつくなるんですよね。だから油断してると録画忘れてるっていうことにはなりかねないけど、まあドライブとかだったらいいかな。むしろこれタイムラプス的な映像撮り続けて、無駄になんか何時間も撮られちゃうよりは10分ぐらいで切れてた方が後で動画のクリップとしても使いやすいし、というポジティブシンキングを考えればまあいけなくはないかな。画質というか映像的には今日は圧倒的なんじゃないかな。このドリドライブは過去のドリドライブ見ても安定度手ぶれ感含めて結構最高方の画質にはなってるんじゃないかな。ただ今日ねあの帰りは多分撮れないので、この短めな行きだけのドライブ動画になると思うんですけど、なもうちょっとであれなんですけど、そうそう一個もう一個フォローアップだけしとかなきゃいけないの、マイク、ここ数日ずっとやってたマイクテストです。あのサブチャンネルを使って皆さんに協力していただいて実験してたマイクテストだけど、昨日のはねオートレベルでやったけど、オートレベルやっぱダメだね。いくら後で、プレミアで調整するとはいえ、やっぱボリュームレベルの勝手に変えられちゃうと音の安定度が非常に悪いっていうか、あの無駄に、音量がずれちゃうので、まあ後で調整するにしてもちょっとこう感覚が変わってきちゃうから、音レベルはまあ僕の場合使わない方がいいな。 T
っていうことで、結論の結論としては、今上からもともと真ん中の感度でやってて、5段階ある真ん中の感度でやってて、それを1個下げたり1個上げたりしてみたんですが、結果オリジナルの感度が、オリジナルのっていうのは僕の設定した M っていうミディアムっていう感度が僕の使い方では一番合ってましたね。まあこんだけ散々やってみて一番最初の設定に戻るっていうあるあるなんだけど、結局お前無駄じゃんっていう、また遠回りしたじゃんって話なんだけど、でもやっぱり納得してその設定にしてるのと、もしかしてもっと違ういい設定があるのかと思いながら使ってるのでは、やっぱりメンタル的に全然違うんで、まあ、個人的には納得です。かなり納得のできる結果が出てよかったなとは思ってますけど、ただ、結果的には最初の設定が一番良かったという話になりました。じゃあ、また次回。